では、ファンド X スタートアップシーンポッドキャストを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は、はい、今日はじゃあ、はい、今日はここに入ってファウンダーズの皆さんとよくお話しする機会があるんですけど、どういう選考を経てここに今いるんだろうっていうのが結構最近気になっていて、はい、ファンド X のホームページを見た時に、私たちが支援したいと思っているのは未来の世界で必要となるという条件を満たすアイデアとチームですって書いてあったんですよ、はい、なんか具体的にどういうところでこう評価されて合格ってなったりならなかったりするのかを聞きたいなと思っています。はい、なので、アイディアに良くするフィードバックとかどういうところを評価しているかっていうお話をできたらと思うんですが、はい、そうですね、評価観点自体は実はウェブサイトの方でも公開をしていますと、はい、で内容としてはそうですね、課題と解決策と、市場規模かな、まずはそこを一次審査で、一次の書類審査では見るっていう形になっています。でそういった時に多分気になるのがどういう課題とかってことですよね。そこで言うと、その審査基準の中にも書いてあるんですけど、日本にとってインパクトがあるか、世界にとってインパクトが、課題が解決されると、日本にとって日本が変わるか世界が変わるかみたいなところを見ているっていうところです。なのでもうものすごくうまくいった時に日本や世界が変えられるかどうかというポイントについては見ているところですね。なるほど、日本が変わる世界が変わるは結構大きいそうですね、大きいので、なんていうかこう、なのでものすごくうまくいった時にそういうふうに考えられるかっていうところ、じゃあ出せるインパクトの大きさとかは結構評価基準として大事になってます。そうですね、はい、じゃあこれうまくいっても変えられる、こう変化があんまり大きくないなっていうものは結構こう採択されなかったりっていうことも。そうですね、そこは見ているポイントですね。あ、逆にこうもしこれうまくいったらすごい世界は変わるけど、ちょっと非現実的なんじゃないかなとか、うんうん、ビジネスとしてうまくいくのかなみたいな、はいはいはい、ふうに思うこととかもありますか？そうですね、あんまりだから突拍子なくてすごくこううまくいったらこうなるみたいなだけだと、じゃあそれってどうやって実現していけますかみたいなところも合わせてみるので、そうですね、なので大きいだけだとちょっとそれもあまり良くなくて、どういうふうにこう発展させていくのか、今はどこだけどここからどういうふうに大きくしていくのかっていうところも合わせて見ているポイントにはなります。なるほど、結構アイデアとして頭にあってもそれをこう評価者に伝える形にまとめるのって結構難しいような気がするんですけど、なんかうまいなと思ったまとめ方とかありますか？そうですね、うまいというか分かりやすいみたいな観点だと、私たちがよくこのなんですかね、ピッチデッキの参考というか構成みたいなので出しているものとかだと分かりやすくて、課題が何で解決策が何で、市場規模が何でトラクションが何でみたいな、のをある程度こう決まったものをこうファンド X レビューの方でも、レビューじゃないか、リソースの方でも提供してて、そちらに合うものは分かりやすいなとは思います、じゃあぜひそちらをご覧くださいという感じですよねだそれをまとめるときにこう現場の様子が分かっているかどうかもすごい大事だと思うんですけど、やっぱりこう顧客に合ってるかどうかとか、ヒアリングをしたかどうかとかも審査の時に見てるんですか？いますね、見てます、もちろんアイディアによって話、なんすか、インタビューしづらいものとかしやすいものっていうのはあると思うんですけど、基本的には話しているかどうかっていうのを見ています。それはその顧客と話していて、顧客の課題が見えていて、それなんすか、実際にこうトラクションがあるか引き合いがあるかっていう観点で見ているポイントになります。
こう市場に課題があるんじゃなくて、顧客に課題があるかどうかが大事。どちらも大事ですかね。市場に課題があるというか、まあ、顧客の課題を解決した上でどんどん発展させていくと、まあ、大きな市場につながるか。確かに。というところ。あ、こうじゃあ、まあ、まず明確にこう目の前にいる客とか、こう反応が見えやすい相手に対してちゃんとこういい効果があるかどうかが確証された上で、それはまあゆくゆく市場とか日本や世界にとってもいい、なんかインパクトがあるかみたいな、そういう手順で考えるといいんですか。そう、いや難しいですね。難しいですね。ちょっと、そう、なんか結構難しいですね。こうどういうアイディアによるかっていうのももちろんあるかとは思いますが、うん、どちらかというと今はあれですね、その未来に影響があるものが何かで、そのためにじゃあ今顧客の課題が何かで、顧客と話して本当に引き合いがあるか、うん、あるいはそれをこう作ろうとしているか、制度を変えたりとかして作れるかみたいなところを見ている。あ、じゃあまず大きい方を見てからっていう順番もあり得る。あり得ると思います、あのアイディアに。いろんなアイデアがすごい来ると思うんですけど、そうですね、その中でもこうよくするなみたいなフィードバックがあれば教えて。そうですね、こちらもあのウェブサイトの方にはよくするフィードバックみたいなところは書いてるんですけど、はい、まあよくあるものか、まあ顧客と話してるかとか、顧客の課題がある、きちんありそうかっていうところがまず多い。市場がこういう課題がありますっていうのだけだと、それだとまだ本当にプロダクト買ってくれる人がいるかっていうところが拍手が持てないので、あのそこはこう低く評価するってことが割と多いですね。うん、あとは、まあ、市場が小さすぎるとかですかね。なんかあとは、まあ、受託から始めてて、まあ、だんだん大きくしていくっていった時に、まあ、それでも市場としてマックス取れてもこれぐらいなんじゃないかみたいな風に私たちの方で受け取ってしまうとかもありますね。なるほど。まずこう受託とかコンサルとかをやりながら企業のアイデアをこう大きく温めていくとかっていう人もよくいるんですか。もちろんいらっしゃいますね。どっちも受託とか入って考えて大きくしていくってパターンもありますし、大きなアイデアを考えていってその情報を得るために受託するとか、実績を得るために受託するっていうケースもどっちもあるとは思います。コンサル業ってそういうふうなところでもこう、まあ、されてるというか選択肢に上がってくるんですよね。そうですね、一番まあ顧客の内情が分かりやすいですし、まあ何ですかね、まあ、実績にもなるしっていうようなところかなと思います。なるほど。結構こう審査を見てると富田さんが、あ、惜しいなって思うところとかも割とあって、こうそこを埋まれば採択するのにみたいなのが結構こう目につく感じ。そうですね、最近はでもなんか市場が十分大きいかという観点で見ちゃうことが多いなと思います。市場の大きさだと、なんかここでは今クライメットがたくさんファウンダーズの方取り組まれてると思うんですけど、それだとなんとなくこう環境で何かが変わるとすごいインパクトは大きいなっていう感じはするんですけど、もう少しこう福祉とか、ちょっと何だろう、医療の方に近いとか、社会課題としては大きいけど、あ、そういうのももちろんあります。あります、ありますそうですね、そういうのももちろんあって、うん、ただまあファンドエクスで今のところはそれはカバーできてない部分かなと思います。なるほど。まずはこう市場の大きさが達成されてるかどうかを見るっていう感じ。そこを見ることが、見るというか、そこが、大きくなったらもっとファンドエクスとして評価が良くなるんだろうなっていうアイディアが多いかなと思います。なるほど。なんかこう審査に関して他の、スタートアップ支援の機関と違うなって思うところはありますか。そうですね、私たちは他のところよりはより手前の部分を見ているので、はい、アイデアのこう どれぐらい具体的に考えているかとかについては多分他のところは少し柔らかいよりかなと思います。ただ代わりにというか、本当に大きくなったらどれぐらいを狙えるかみたいなところについては、
見ていて、代わりにアイディアの具体性とか事業計画とか、うん、なんすか、資金をどう調達するかみたいなところについては、他のところよりは見ていないポイントになるかなと思います。そうなんですね。なんかある程度仲間が集まっているとかも特に条件にはなくて、そうですね、仲間が集まっているまではないんですけど、そのチームでプロダクトを作れるかっていうところについては見ているポイントです、うん、なるほど。こう作った後の検証をしてるかどうかも審査基準に入ってると思うんですけど、事業によってはすごい検証しづらいものになると思うんですけど、そのあたりってどう見てるんですか？いやそうですよね。その 2C とかだったらインタビューしたりとか、うん、実際に売ってみたりとかっていうのができると思うんですけど、 2B とかもそのなんかエンタープライズとかだとすごく難しいとは思いますと。ただ、顧客がいるようなところであれば、顧客候補の方とお話ししたりとか、どれぐらいニーズがあるかっていうのをこう定性的に確かめられるようなものかなとは思っています。はい、そうか。じゃあ検証はなんかこう数字を出すみたいな検証だけではなくて、もっと定性的なそうですね、も含まれる。はい、そこでしっかりこう根拠あるなって感じられれば、そうですね、はい、根拠あるなとか、実際に検証のために行動しているなとかですかね。なるほど、ありがとうございます。難しいですね、審査する側も。そうです、かなり本当にアイディアによって異なるので、その点はすごく難しいポイントだなと思います。なるほど。じゃあ最後にこれからこう、はい、事業のアイディアを出してくるかもしれない方に向けて何かメッセージとかがあれば、そうですね、お願いします。そうですね、そうですね、ものすごくうまくいった時にどれぐらい社会にインパクトがあるかというところの、情報とか主張みたいなところがまずは あるとありがたいですし、そうですね、詳しくご説明いただく資料とかをつけていただくと、私たちも情報が多くて見やすいなと思います。ありがとうございます。本当に未来まで描けてるかどうかがすごい大事な審査というか、選考の時も目なんだな。そうですね、そこは見ているポイントかなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ではこれで今日のハンド X スタートアップ新ポッドキャストを終えたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。